お様でございます。コインゲッコです。本日は7月28日深夜というか朝5時ですね。えー、まず同じところから見ていこうと思います。上場しているコインが今14,952で、いつの間にかもうね、1万5,000に大手がかかっているところでございます。このぐらい日々新しいコインっていうのは i c o されてるってこと、もうお分かりだと思います。ですんでね、YouTuber さんとかインフルエーサーさんが、i c o が起きますよー っていいうう風にに、まあ、大げさに言うことはないんですよ日々このようにね人知れず i c o を行われていて知られていないから大きく値を上げるんですよね i c o 前に知られているコインっていうのはまあ上がらないんですよまあそういう風なね原理原則が分かっていながらインフルエンサーさんとか YouTuber さんっていうのは自分の利益のためにこう進めてるわけですからご用心ということになります、えー、また取引所の数が1161ですこれも毎日毎日増えてますね 微増状態だったんですけども、最近はね、取引所の数ってのは優秀なところがどんどん生まれてまして、えー、その代わり、今まで死にと言われているところがなくなったりとかもしています。まさに群雄割拠というところじゃないですか。で、時価総額は今そんなに高まっておりません。388兆円ということなんで、まあだいたいね、400兆円オーバーでいてほしいなと思うところなんですよね。で、ビットコインの ドミネーションは異常に高くて53.1%です。まあ、これは全体的にアルトコインの今価格ってのが低迷してるところによるでしょうねそれからイーサリアムのドミネーションは15.4%と一時期17%前後だったところからだいぶ落ちていますこれ皮肉なことに ETF が承認されてアメリカでイーサリアムが上場したってことがきっかけになって下がっているわけなんですよこれはなぜかっていうとねイーサリアムもビットコインももうね投資家の間では当たり前のように知られているわけですよ 今更ビットコインがわからないとか、イーサリアムについて知識がないという方は、投資の世界には本当少ないんですよね。そう考えていくと、上場したからこそ上がるってものではなくて、もうすでに上場前に多くの方が当たり前に手にしてますんで、上場ってのがね、一つのきっかけになって、また知られることにはなると思いますけども、だからといって爆伸びするものではないってことがわかると思います。まあ、いろんなね、煽りがあると思います。ETF 上場した後には爆上げするぞと、爆上げはしませんと。 もうマイナーなコインで誰も知られてないようなコインとかね、まあ、せいぜい柴犬みたいなコインが上場するってことになったらそれは、ね、爆上げすると思いますけどもほとんどの方はもうねあの保有してますから特にイーサリアムなんて100万円になった経緯がないですからじゃあこれからいきなり100万円になるかって言ったらこれはならないんですよ柴犬コインはねまだまだ高値をつけていた時期がありますのでそのあたりまでのポテンシャルあるつまり一時期それだけの人があ柴犬コインを買って、えー、マーケットを作っていたわけですからね その人たちが戻ってくるってことはあり得ますけども、イーサリアムに関しましては、日々、マックスな、潜在顧客ってのが、すでに、保有してますからね。まあ、こういった関係がつかめれば、余計な i c o の煽りに負けることはないと思います。はい、ここまで見た上で、やっと個別コインに入っていくんですよ。いきなりこんなとこ見てもダメですよ。何もわかんないですよ。<laughs> 今までお話したことを前提に、ビットコインの全体像を見ていくと、これ1000万トンで、 1000円ということでね、1100万時代っていうのがまだ再来してない、戻ってきてないとてことが分かりますので、まだビットコインは高値とは言えないよねってことです、で、イーサリアムについては50万円の前後をしてますよね、だからこれがね、ETF 承認して60万とか、せめて65万になっていただければ、まあイーサリアムの効果があったかなと思いますけども、ETF 承認っていうのは、結局、不随要因でしかないわけですよ。 主なイーサリアムの使い勝手っていうのは ETF じゃないわ、えっと、NFT が <laughs> もう紛らしいですね。NFT にどのように使われていたかっていうことと、あとはね、まあ、その他イーサリアムっていうのはあの AI のプログラミングなどに組み込まれているっていう経緯もあります。そのあたりを見ていった方がいいと思いますね。YouTuber さんっていうのはその AI との関係とか NFT との関係っていうのが全く分からない人が、まあ、爆上げするぞと言ってるだけですから、あれは早い言葉で知ってるだけなんでね、ご用心いただきたいと思います。はい、リップル 90円になってから底堅いですね。リップルってのは本当に力をつけて徐々に徐々に上がってきたコインだと言えます。私がリップルを知った時っていうのは1円だったわけですけども、そこからね、40円を長いことずっと通してきて、で、40円台で購入して、まあ、190数円とかで売却するっていう、まあ、そんな流れを作ったわけなんですけども、放送をね、当時聞いていた方は、かなりの大きな、リップル利益を得たんじゃないかなと思います。 で、我らがカダの、これもね、堅調に65円まで戻してきました。うん、まだね、暗号通貨市場全体が、あ400兆円にいってない中で、カダのってのはね、かなり検討している。リップルと同じような動きをしているかなってところです。居犬コイン、ランキングをずいぶん下げました。でも、まだまだ多くの方に含み益をもたらしていることだと思います。はい、じゃあ、今回は以上ですね。